それでもついてきてくれますか、リスナーさん。それでもついてきてくれますか。内容次第。それでもついてきてくれる。正直に話すから、もう正直に話すから。ついてきてくれます。あ、ついてきてくれる？昨日自分でも僕分かってなかったんですけど、昨日からの話やねんけどさ、昨日自分でも気ついてなかったんやけど、計算したら3時間ぐらいしか寝てなかった。昨日はね、計算したら、そやな、3時間ぐらいやってんな、言うたら。ちょ待ってや、ちょ待って、タバコだけ吸わせて、ほんじゃもう、タバコだけ吸わせて、ちょっと、やっぱバリ緊張してきた、ちょっと緊張してきたな、もう炎上したくねえわ、もう、せっかくさ、ちゃんとさ、あれしてたのにさ、もう嫌やわ、なんかちょっと可愛い BGM にしようかな。これにしようか。ちょっと緊張してきた。絶対あれやわ、もうこの後コメ欄地獄やわ。コメ欄地獄なる。コメ欄地獄なるわ。ちょっとタバコだけ吸わせてください。白井君大丈夫やったで、あ、横番、ここパン、こそこそ OK。ちょっと待って、やばい、どうしよう。あ、さ、めいちゃん、ありがとう、パンをこそこそ OK。わかった。キリいいから、55分には発表します。もう言うわ、言うわ、もう55分に発表します。いや、まあそれはもうあれちゃう、これ絡みの話を これ絡みの話です。もうでもな、正直に言うといた方がいいもんな、もう。これ絡みの話です。いや、配信減ったのは関係ない、関係ない。それは全く関係ないね。それは言っといたるわ。配信内容、時間、そういったもののクオリティは何も落ちてないし、あ、こんばんは。ちょっと俺はもうあれかもしれへん。あかんかもしれへん。いや、昨日は寝てなかっただけやねん、別に、ぶっちゃけ。まあ、それも理由にはなってまうねんけどさ。確認したいことがあります。はい、ありがとう。その人パフォーマンス言っていいか。そろそろ言うか。うわ、やっぱあと3分で言わなあかん、自分で言ってもうた。あと3分で言わなあかん。あ、ありがとう、特命さん、パオ、あざすっぺ。
や、これではちょっとナイスもらえんわ。うん、もう最低やから、俺が、俺もなんやろ、いや、リズ、いや、それを聞いて もしかしたら、あの、裏切られたっていう人出てくるかもしらへん。いや、ヒキコも知らんよ。ヒキコに電話しようか。そうしたら多分そこに一番最初に言わなら多分また大事になるから、ヒキコに電話しようか。で、電話するわ、俺、ヒキコに。出てるか知らんけど、一回。で、出るか分からんで。あー、切られた、切られた。うわ、やばい、電話切られた。ちょ、ヒキコ電話出てって、発表するから聞いて、ヒキコ。うわ、あかん、怒ってるわ、あかんわ、出てくれへん。じゃあちょっと、あの、発表させてもらいます。もうこれ昨日の話やねんけど、あの、まあこのところ、まあ、僕連投で、あの、まあ、昨日あんま睡眠取れなかったんですよ。で、起きて後で気付いてんけど、あの、何やろ、2、3時間しか 寝てなかったんやで。で、俺もうこれあかんわと思って、あの、まあ適当にラーメン食べてたんですよ。ラーメン、ラーメン食べてん、昨日。で、あの、もうあまりにも体疲れてるし、あの、マッサージ行こうって、うん、あの、3000円の マッサージ行こうと思ったんですよ、60分、うん、で、あの、うん、3000円のマッサージ行こうと思ったら、なんか、あの、メンズエステちょっとすいません、ちょっとすいません、すいません、あの、いや、すいません、あの、メンズエステに、いや、違う、聞いて、その、ちゃ、別に俺抜いてもらおうという魂胆はないね。あの、シンプルに普通の、あの、メンズエステに行ったんですよ。で、まあ、その、かわいい人出てきて、あの、まあ、オイルマッサージ、こう、してくれてて。で、まあ、その方が、あの、ささやくわけなんですよ、僕に対して。あの、もっといいコースありますよと。もっといいコースありますよって言われて、えって、って言われて、あの、それちなみに いくらなんですかって言ったら、あの、4000円って言うんですよ。だから1万4000円にまだ4000円って言ってくるんですよ。で、あの、いや、ほんで、あの、ちょっと3000円やったら持ってるっつって、まあ、ねびいたんですよ。あ、今3000円やったら あんねんけどって言ったら、じゃあ、あの、まあ3000円でいいですよって。あ、で、その履いてたその紙パンツを、あの、おもむろに引きずり下ろされて、その、もうやめような、もうやめような、もうやめよう。ちょ、ほんまつい出来心やったんですよ、すいません、すいません。
すいません、ひーちゃん電話で、もうあかんかな、もうあかんかな、もうあかんかな、あ、舞台裏さ、パオ、ひきちゃん電話出てくれる、あかん、ちょっとすいません、面接って言っちゃった、もうあかんかな、ひきちゃんごめん、違うね、まあ、ひきちゃんごめん、ひきちゃんごめん、マジ最低、やっぱ最低、あかん、ごめん、本当最低、最低。ちゃうで、ほんまな、別に俺抜いてもらうつもりで行った。ミヒルとか本当最低。なんで、もう一回やって、もう一回やって、もっと言って、もっと言って、もっと怒って。ネギルとか本当最低。ああ、そこか。ちゃあ、ネギルとか最低って言われた。ああ、ここパン。でもほんまあかん、疲れてる時あかんな、ほんま。もうネギルとか最低って言われた。だって4000円って言うねんもん。だって1万4000円か5000円払っててん最初に。でそれに4000円ってもう値段風俗やん。うん、いやいや、あったよあったよあったよ、そんぐらいあったけど、4000円って言われて、んで、でさ、あの、まあおたまりになっててんやろうな、この人。おたまりになっててんやろうな。ちょ、ここからはごめんやで。ここからはきしょいで。うん。顔にまで精子飛んだ。自分の顔に精子飛んだ。すいません。すいません。すいません、あってなって、すいません、顔に、すいません、いや、すいません、なんか魔が差してしまいました、あー、エリコポン、すいません、だから、昨日、あの、南付近で、僕のこと見かけてたら、あの、それもう 100% 僕です、はい、すいません、なんかあの、南で、あの、どう考えてもそうでしょうっていうマンションに入っていくとこ見られてたら 100% 僕です、あー、パオン、君壊さす、オッケー、もう僕です、それすいません、で、もっと言うとな、わざわざさ、じゃあわざわざさ、あのズボンとか履き替えてさ、マスクまでしてさ、帽子までかぶって、深くかぶってさ、いや、もしかしたら、普通のマッサージ行こう思ってたけど、メスもあんのかなって、どっか心の中で思っててやろ、わざわざ家帰ってきてさ、あの全身服着替えてさ。すいませんでした、すいません、僕です、あー、豚野郎さんパーマンです、すいませんでした、もう行かへんす、もう行かへんす、もう行かへんす、もう行かへん、もうつい出来心やったんで、あ、おもろ、はい、豚肉パーマン、お少々、OK、すいません、すっきりしました、もうこれで多分頑張れる、もうこれで頑張れる、いや、健全な、メンズエステ店に行ったところ、あの、まあちょっとそういった打診があって、いつぶり、もう何ヶ月ぶりとかかな、金気楽もありがとうございます、いくらだから、1万5000円と3000円で1万8000円になりました、すいません、高くついちゃいました、
1万8000円か。うん、いやいや経費で落ちひんよ。それはもうオイルならオイルとか手とかでもうそれはそれはもう、うんうん、え、じゃあ4000円って言われて俺3000円しか払ってないね。で最初に1万5000円かクーポン使って、うん、すいませんクーポン使いましたもんね。すいませんごめんなさい、すいません、リスナーさん課金してくれてんのに、あ、クーポン、なんかあんねん、なんていうか、なんとかパンダみたいなとこから見ていって、でホームページ見たらあのなんかあの クーポンみたいになって、うんうん、すいませんファンタ2個分が裏オプションに消えちゃいました、すいません、頑張ります。ほんま普通のさあの3000の指圧マッサージ行こう思っててんけどさ、もうじゃあ多分な疲れ切っててやろうな、もう すぐスマホでさあのメンスって検索してた、多分もうラーメン食い終わってあのメンス日本橋って検索 して思ってた、すいません。せやな、迷いなかったっすね。なんか言ってもてたもんな、食い気味で、何時から行きます、何時から行きますみたいな、すぐ行きますかみたいな。24って言ったっけな、24歳って言った。90分やったっけな、90分やったかな、80分やったか、うん、いやまあどこにでもいそうな可愛いやけど、祝ハイパーワーザスオッケー、特命さんほっとね、いつか一緒にケーキ食べようね、オッケー、祝オッケー、いやもういかないっす、もう気の迷いやったよな、言うたら、うん、あかんな、やっぱ疲れすぎてる時あかんな思ったわ、うん、もういかないっす、いやもうあ、笛はないです、はい、あの両手です、はい、いやないやキスとかはしてないけど、ちょっと触っちゃってたよね、多分ちょっと触ってもらったな、すいませんお尻だの胸だの触ってしまってた自分がいてる、すいません。あ、すいません。まあ、怒られない範囲、怒られない範囲で、はい、2個、パオン、ゴシゴシ、OK。すいません。ああ、全然中華系怖かった。パオン、ゴシゴシ。すいません。まあ、息を抜いたというよりかは、まあ、抜いた。うん、すいません、息を抜いたんじゃないです、はい、抜いたんですよ。
すいません本当に。すいません本当に。いや面接ってそんなもんやで。いや1万8000円ちゃうか全部で。うん。じゃだって店員さんが言ってくんねんもん。ちゃうで。あの健全店やで。あのなんかホームページ的にはあのうちは抜いてませんよっていうアピールがえぐいところ行ってんちゃんと、うん、そしたら店員さんがボソッと、うん、あの もっといいコースありますよみたいな、うん、どうです みんな頼まれていきますけどみたいな言い方するから、 もっといいコースあんのみたいな、そう気持ちよかった、はあ、気持ちよかったですね、気持ちよかった、すいませんごめんなさい、 それは本当にすいません、いやもういか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 もう絶対いかもういかへんもういかへん、もういきません、もうちょっと本当に気の迷いですね、いや今日は行かないです行かないです、もう紙パンツはい、いや最終的にははいパオン少し少し最終的にはずるってこう、じゃあちょっと脱がしますねって言われて、もうずるって、うん、まあ手だけですね、うんうん手だけ、うん、でまあ全部終わって、うん、ありがとうねっつってありがとう、あまた来てくださいっつって、うん、ありがとうねっつってそのマンションを去る、うんうん、え最寄りじゃない南、うん、南だよ、いや、ならへん今からは行かへんよ、行かへんよ、うん、さあこれでいいか、よし、いや、初めてじゃない、初めてやない、じゃあ行こうか、もうごめんなさい、もうそんなことやし行こうか、青さんに返金してもらおうか、うん、返金してもらおう、うん、もうそれしかないわ、うん、返金してもらおう、うん、え、だってさ、あの色恋してない証拠を出すって言ってそれ聞かせてくれるんやったらって言って俺課金してんのにやで、なんやねん、あの録音、うん、リアルタイムで色恋してるやんけ、あんなもん、行くぞ、嘘や、返金してもらおう、うん、行こうか、そしたらそろそろ、ちょ一歩スター出るわ、一歩スターら、ああ、それがすいません、とある山田の昨日の出来事です、それが昨日配信、うん、あ、いいよ俺マスクしていくから、うん、俺別に映す人とかおらんし、あ、さやかさんパオンありがとう、いいよで、今日は行かへんから、うん、いや、昨日のあの夜です、すいません、昨日の夜です、いやー、やっぱあれよな、思ったわ、誠司さんも言ってたけどさ、抜いたらあかんわ、うん、ぐっすり、その後すごいぐっすり眠れて、うん、めっちゃ寝たわ、うん、セクじゃない、うん、さあトイレした行くか、ギンギラクマ飛んでた、トイレした、トイレした行こう、
きりした。汚い話しちゃったな。お疲れ様。さあ行こうか。パオンアザスオッケー。匿名さんすいません、アイテム飛んでた、ごめんなさい。あーうわすいません、チッチッチパオンアザスで、ああの人花火パオンアザスオッケー、ゴシゴシオッケー、すいませんアイテムありがとうございます。うおー、あ、こんばんは、ハトちゃん、パオン、こしこし、オッケー。うーお、飛ぶねえ、なんだ、飛ぶねえ、汚い話してるの。あー、ありがとうございます、パオン、オッケー。ニヤニヤしてる。可愛かったで、ネタにしようと思って行ったんじゃない。ほんまに、マジで。いや、クーポンはなんか言ったらいいだけ。な、何々見ましたみたいな。さあ、行こうか。行きますか。青さんに会うんやったらマスクいるよな。そうしよう。ま、マスクあった方がいいよな。ま、マスクあった方がいいよね。返金してもらおう。すっきりしたところで頑張ろう。はい、パオン、ゴシゴシゴシ、クール、オッケー。匿名さん、いいよ。G の人あざす。ああ、いいよ、熱出してても。俺別に、あれやもん。こっから先人と会う予定ないし。ええよ、金銭で青さん。うん。で、あれ、栄養ドリンク持って行ったろわ、青さん。うん。そんかね、返金して、コーヒー1本分。うん。あんなにアイテム投げてやで。あの、何ゴミみたいな録音聞かされて、おい、ふざけんなよってなったから、うん。コーヒー1本返金してもらおう。行くぞ。うん。なんでハイパンをあざすかしこし、返金してもらおう、マスクあるから俺、何聞かされてんねんと思ったわ、ほんま。何が色恋してない証拠やの、どう考えてもあれ。ほんで距離感で言ったらなんかあの彼女かっていうぐらいのやり取りやったんやけど、お前どうすねん、いや青さんが俺に課金分返金、コーヒー1本で、俺栄養ドリンクあるから持って行ったるわ、飲まへんしもう、いやすいません、リスナーさん裏切りましたね。なぜかというと、マッサージじゃなくてメンズエステ行ったから。ああよくないよな。パンタロウくん、お留守番しといてよ、パンタロウくん、お留守番しといてよ。フォロワー1人増えた、嘘でしょ、そんなんで増える。路上でコロナ検査中、嘘でしょ、クーポン使って値切ってセルフ感謝、違う自分の顔に精子飛んで違うから、ひきちゃん、米は持っていかんやろ言うたら、さすがに、まあ、とりあえず出ようぜ、よいしょ。あ、ありがとうございます。もう俺返金してもらう。いやリスナーさんにももしかしたらあれやで、いつかさこういう言い訳で手出してしまうかもやで。よいしょ、よいしょ、行こうか。片付けたとこやのに君はやんちゃやね、マジで。ひっくり返さんといてよ、もう。さ
最近さ、家この形にすんねん、ひっくり返して。え、いや、なんか色恋してない証拠の録音流すって言ったのに、それやったら投げるって言ってアイテム投げてんけどさ、色恋してない証拠じゃないやん。色恋してる証拠やったやん。いや、今日出したったよ、外。おやつももうやってるしさ、うん、おほら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 、ちょっと暴れんのやめてくれる、うん、暴れんのやめてくれる。もうないよ、もうおやつあげたやん、あげましたやん、うん、おやつあげたじゃん。はい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 、ほんま夜は活発やな。いや出したで今日、うん、もうはい、もうダメダメ、帰って、はいはいはい、手挟むよ、うん、ダメや、やっぱ飼い主と一緒で凶暴やな。さあ行くか。おお、夢吉やん、うん、夢吉集合するか、夢吉、うん、夢吉集合するか。夢吉集合するか。うん、そんなお前北斗晶のまんま終わっていいんか。ちょっと待って、もういいか、もう行こうか。いや、もう欲求不満は解除された。あれ、俺これ自動にしてなかったっけ。これいいわ。そしたら行くか。北斗晶のまんまで終わっていいんかよ。これでいいか。いや、スピーカー車やねん。いや、青さんに返金してもらうねん、弓吉。お前も来るか？返金してもらおう、もう、青さんに、うん。いや、ちょっと、マジでマジで、弓吉。ネタとかじゃなくて。うん、絶対返してもらうで。うん。よし。いや、折ってもいいよ、別に。うん。返金してもらおう。うん、なんでマスク？いや、熱あるっつってたから、うんうん、おう、今回はちょっと俺の話やぞ。あー、お金落ちた。あー、お金落ちた。あー、そうや、熱あるらしい、うんうん、え、陰性、まあどっちでもいいよ別に、うん、俺もうコロナならへんもん。もう変異種でも俺もうコロナにかからへんって言われてるから、行、うん、くぞ、返金してもらうぞ、うん、コロナ1回。あー、そうか、チッチ、あー、そうか、わからんか、俺もともとあれやん、 CIA にいてたじゃん、言うたらもうかからへん、何あれもらってんねん、うん、そうそうそう、あ、大丈夫、行く、返金してもらう、行くぞ。あそこにさ、保護猫カフェあんねん、知ってる？知ってるか？いや、行くよ、俺も。待ち合わせ場所に行く。うん。いや、配信つけては無理ちゃうかな。うん。もう向かってます。うわ、涼しい！嘘でしょ？うん。するかよ。うん。うん、あ、無料アイテムありがとうございます。昨日快楽に溺れたから、その分頑張らなな。あー、あれはすパオン、違う女と飲んで帰ってきたから名前呼ばない。あ、了解です、パオン、オッケー、少し了解です、社長、ありがとうございます。ほんとね、いつか一緒に20倍見ようね。お、あ、風対策あるけど、もう車乗るからいいやろ。いや、もう車乗るまでやからいいやん、つけるめんどくさい。え、いいやろ、うん、
何してんねやろ。あ、ゴミの回収か。あ、無料アイテムありがとうございます。ご機嫌いい、わかる、あからさま。すいません、あからさまですか。ごめんなさい。だからちゃんとゲロったじゃん。あ、今日も頑張ります、君と。今日も、そうそう、オッケー。ああ。いや、だから、名刺。うん。私もそれは、いや、でもさ、やっぱりさ、相沢よ、俺らって、まあ、俺らっていうか、俺アイドルじゃん。ああ、やっぱ俺、相沢さんとこ行くわ。うん。いや、やっぱ俺、相沢さんとこ行くわ。うん。うん。もうあかんわ。うん、やっぱり。やっぱ俺、相沢さんとこ行くわ。聞いてもらうわ。昨日、名刺行って射精した話。うん。そうしよう。遠藤氏は行かない約束。うん。名刺行って射精した話聞いてもらうわ。うん。そうしよう。え、返金したものは俺が受け取る、うん、だってあんなさ色恋してない証拠今から流すからとかって花屋さんにあんだけもったいぶってやで、それ流すんやったらもう投げるわっつって俺投げてんのに、うん、アイテムやで、うん、何やねんあの何やねんあの録音、おい配信初心者か、うん、がっかりしたぜ、うん、自爆しながらコメント、まあよっぽどやねんやろ、イギリストに鳩飛ばしたやつ誰、3人ブロックされた、いい貸した10万、いや貸してませんこ怖い怖いことやめてください、ナツさん勘弁してください、逆にナツさんほんま言うたら僕借りたいぐらいです、予定納税と、市民税4分割月末までに払わなあかんそれ、まあ、ナチさんに貸してくださいはさすがにやばいけど俺借りたいぐらいです、いやナチさん僕配信でめっちゃ金使ってるんで言うたら、あの思ってるほどっすよ言うたら、俺ナチさんに借りたいぐらいですよほんまに、うん、俺もブレイキングドリーム掴み取りたい言うたら、えやらへんすかね、あのブレイキングダウンなんか陰キャ特集みたいなあの陰キャばっかり集める回とかないかな、うん、あかんかな、ないっすかね、そういうのどうっすかミクルさん、ダメかな、あ、そうそう溝口さんのアンチ枠が出やすい、あーいや無理でしょ僕オラオラじゃないのに、うん、その陰キャ特集でやるって言った時にいいやつおるっつって声かけてください、うん、相沢昨日は39人やったで、さあ向かおうか、向かうか向かうか、うん、そうそう、陰キャ特集で無理かな言うたら、うん、え、場所わかるよ、うん、わかる、え、どこ行くん、いや、青さんに返金してもらう、うん、だって嘘つかれたもん、うん、え、だってさっき花屋さんの枠見てたやろみんな、見てなかった、うん、花屋さんの枠見てなかった、ほんでさ、なんか JJ さんと色恋してない証明を今から出すって言ってさ、もうなんか、普通に何色恋してるやん、もうなぁなぁ、してたよな、返金してほしいよ、ほんまにマジで、うん、控えめに言っても、いや、ちゃうやん。色恋してない、ソースを出すって言うから、それやったら俺、アイテム投げてても、流してよって言ってんのに、返してよ、ほんまに、マジで。返して。色恋の証拠じゃん、言うたら、なんやったら。いや、なんかな、息子さんの、JJ さんの息子さんのアカウントを駆使して、結局、14万円の課金がなされてた。うん。14万円。青ちゃん、ヨゴは、いやいや、別に俺的、同期の青やから、うん。いや、正直、女の方もおかしいよ。うん。うん。
だからまた J してんやろ、うん、そうそう J したんやろ言うたら、うん、そもそもあれやん、なんか そんな、なんか極端な話でもないけどな、見てたら、うん、その音声青さんがなんか通話を録音撮ってたんだかなんだか流してはったけどな、うん、あせやで女の人も女の人やろあれ、うん、今回はあれちゃうかったっけ、あの何その女の人が叩かれる流れとかではないんちゃう、多分やけど、うんうん、えちゃうわちゃうわちゃう、なんか別にあれちゃうの、結局色恋やめますって言ってたのにやってたからみんな怒るとかじゃないの、今回はなんか女の人が被害を訴え出てきてとかではないやろ、多分やけど、うん、どっちもどっちやろ、うん、どっちもどっちやろ、いやー知らん、そこでどんなやり取りがあったのかわからんけれども、わからん、あでもあんなんあった後にまだ繋がってて仲良し恋しやってるってことは結局あれちゃうの、あの二人にしかわからへん世界なんちゃうかきっとな、うん、そういうことなんちゃう、JJ 返金する約束のお金を JJ から、えでもそれは本人了承のもとやってたんじゃないの、知らんけど、うん、ミニラさんって人俺に似てないやろどう考えても、山田もうちょっとした東京行く、もうちょい行く、もうちょい下行く、うん、もうあと1週間もおらへんのちゃう多分、いや まだまだ10月入ってからになると思う、10月のまあ2日ぐらいから行けたらいいかなみたいな、2日着やな多分ああうんそうそう元奥様、うん、で行くか相沢さんの家行くか、うさあな、さっきはやっぱ相沢さんのとこ行かなあかんわ、 これはあ、おはよう、さっき相田さんのとこ行かなかったえ、カリちゃん店にいた、嘘やろ、絶対嘘やわ、絶対嘘、ほんまに言ってるそれ、白井残念ながら寮付き施設は不採用で花屋さん、ああそうやで、白井から連絡来てたで、なんか花屋さんのところの何やったっけ、あの今2階に住ましてもらって、まあ、とりあえず事なきを得てるって白井から連絡来てた、えカリちゃんマジほんま、えそれマジ養分の枠で、でもカリちゃんの店って12時で閉まるんちゃうかったっけ、今から行ってももう閉まってるんちゃう、えほんまマジ、いやーやめとこ、怖いわ怖いわ怖いわ、すごい怖いわ、うん、怖いわ怖いわ怖い怖い怖い、やめとこ、怖い怖い怖い、いやいや怖いわ怖いわ、さすがに怖いわ怖いわ、あ、こんばんはこんばんは、はい行けよ、いやだって切らなあかんやん、借りちゃおうっても、うん、じゃあ向かいますか、うん、向かいますか、相沢さんの家向かいますか、いや行かれへんことはないけど怖いやん、行くよ、ほんじゃあ相沢さんのとこ行ってから行く、うん、じゃあ行ってからやったら行けるで、別に行ってから行こうか、そしたら、うん、部長部長生きり落とすって何、どういうこと、
え、じゃあ相沢さんいらんっていう人、飛行機のアイテムください。相沢さんいらんっていう人は飛行機のアイテム、有料アイテム、うん、青さん逃亡した、うん、飛行機のアイテムください、あの有料アイテム。でそこまで言うやったら飛行機のアイテムくれたら俺ちゃんとイベント中やから言うこと聞くわ、うん、投げへんやん、投げないじゃん結局。これ行けってことなあ、 おらんやん、行かないでっつってファンタとか飛ばんやんの。意外と行くなって言うだけでさ、うん、行けばよいよ、ほらほらほらの、行こうぜの方が多ない、うん、本当にやめてってば。はい、風の人ごっこパオゴソゴソ、オッケーよ、よじゃやめとく、もらったからさ、いや盛り上げれるよ、うん、あかんわ、アイテム投げてまでダメって言ってる人おるから、うん、これは、うん、この5票に反対票あるか、反対票行ってよって言って、行ってよって言ってアイテム投げる人おるか、うん、一気に嫌いになった、行ってよって言って投げる人おる、え、相沢さんの家、あ、意外とおらんな、うん、意外とおらんな、お任せ、あ、どっちでもいいや、パオン、相沢さんやだ、10個パオンはザソッケー、16票入りました、相沢さん行かないで16票入りました、うん、たまに見たい気もする、ウェイクアウト電話してみる、で電話だけしとこうか、そしたら、うん、え、電話だけしてみるか、出るか知らんけど、うん、で出るかな、ちょっと待ってよ、連続再生なってん、行かないで 10×10 は174、パオアザソッケーゴシゴシオッケーいいよ、おお、行かないで多いね、うん、行かないで多いね、うん、いや約束は破らん俺、うん、行かないで多いな、だいぶじゃん、うん、だいぶ多いじゃん、え、でも俺イベント終わったら多分行くで、うん、イベント終わったら多分行くで、うん、あ、そうやで、リスナーさんが決めんねん、そらな、当たり前じゃん、うん、え、アオさんとこ行く、ほんじゃ、え、なんで行きたいん、いやメンズエステ行って、あの射精した話を聞いてもらおうと思って、相沢さんにどうかなみたいな、うん、うん、じゃあ青さんとこ行く、なんか知らんけど、うん、俺返金してもらいたいから行こうかな、うん、コーヒー1本でいいって言うといて、うん、青さんには、うん、コーヒー1本でいい返金、いや、相沢さんがいい、うん、ハリソン青乗車拒否、いい、ちょっと青さんコーヒーだけ返金してや、だってさ色恋してない証拠出すって言うから俺アイテム投げたのにさ、うん、こんなんずるいわあんな、うん、めっちゃ投げたで俺、豚5個象5個飛行機5個投げたからな、あれなんぼよ、あれでなんぼ、あれでなんぼなんの、おう、めっちゃ投げたよな、全部5個ずつ投げたで俺、うん、爆投げやで俺、うん、返金してもらいたい俺、うん、マジあんなんずるいわ、いや相田さんはイベント終わってからしか絡まん、ちゃうで、あれ勝ったで、決済売ったで、うん、燃えてんの勝ったよ、なんか証拠出てくんのかなと思って、
せやで、2400円もやで。西畑くんのバッグが直3で、青くんのバッグが3次団体。何やそれ、ヤクザなの。ヤクザのお話なの、うん、そう言うなら、ヤマトに課金した分も返金します。376号さん、じゃあファンタ投げてください。イベント終わっても行かないでよ、10個パワーがすっごしこし。イベント終わっても匿名さんがアイテム投げてくれたらいかんかも、うん、でもイベント終わったら俺もう東京行くからな、東京行っちゃうからな。ちょっと社長からも連絡来てて、やっぱ月1回は行かなあかんわ多分。そういえばゼロワンから連絡あってん、今日行かなあかんわ。まあスケベやからな。あーまだな、まだなんか昨日の余韻に浸ってるわ、昨日の余韻に浸ってるわ。健全、はい5個パンをカシカシ OK、 いいよ、うん、すいません、もう本当にもう、うん、秋田さん電話せえへんよ別に、うん、レピートはせえへん、もうダメ、わかる、顔ふにゃふにゃわかる、あ、みんなにしてて、いかなあかんわ多分。昨日何があった、いやちょっと諸事情で指圧マッサージ行くつもりが魔が差してメンス行っちゃった、いやむしろメンスで行っちゃった、うん、あー今思えばもったいないことしたよな、うん、いやーメンスってそんなもんちゃう、知らんけど、うん、そんなもんちゃうの。佐々木蘭さんの枠落ちました、うん、バンです、うん、じゃあ行く、そろそろ、うん、そろそろ向かうか、せっかくじゃ、あ、なんか電話かかってきてる、うん、うん、え、なんか電話かかってきてんで、相沢さんから、何の電話やろ、なんかかかってきてる、あ、ゆきちゃん、ありがとう、パン、あ、出す、オッケー、なんか電話かかってきてる、もしもーし、はいよ、なんかかけてきてなかった、いや、なんかリスナーさんが、うん、山田にかけてって言うからさ、なんか山田が私のタイミングで連絡欲しいって言ってるみたいな、ありがとう猫たんから、まあ言ってない、言ってないけどな、うん、嘘はとやわ、あ、うん、昨日さ、何、俺昨日の弁明があるとかって、そう、昨日さ、俺メンズエステ行ってさ、射精してもうた、うん、うんうん、でそれは何なん、それは本番やったん、いや違う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 、なんかさメンズエステ、うん、前澤さんもメンズエステやってはったからさ、あれかな、私教えてただけな、もうあのキャ、ま、オイルで、ね、私はこうし、うん、オイルでさ、なんかまあ密着型のマッサージが行われるわけよ、そこでは、うんうん、じゃあさ、その、まあ、女の子によって施術違うやろからな、そうで、その女の子がさ、なんかあのもっといいコースありますよって言ってくんねん、うんうん、で俺4000円って言われてやんか、うん、追加、うん、でちょっと3000円、追加料金取った、そう、ほんで3000円やったらあるって言って、うん、で3000円払って、うん、じゃあ1000円ねぎったらな、そう、情けない、うん、ああここで、ほんでさ、紙パンツこうずらされてさ、うん、でまあなんかその両手でその鼠径部の中心のその硬くなったやつをさ、うん、私それ最後まで聞かなあかん話、うん、じゃあほんでさ、いいよ、あのまあ1点、うん、うん、果てたわけやな、そうで、その時無限の彼方へさ行くのをしたんやな、で その時にさ、うん、あの自分の顔にまで線し飛んだ、ああ、うん、顔までやって、顔まで飛んできた、こんな山田でも付き合ってみたいリスナーさん、どうぞガチ勢になってあげてください、はい、じゃあ相沢さん、そういうことなんで、はい、めでたしやな、はい、よかったね、はい、うん、お疲れ様でした、わかった、お疲れ様です、はい、はい、はい、切っといた、もう切りました、はい、相沢、相沢さん、番組65 おー、マジでオワコンやな、マジでオワコンやな、おー、
いや、引きこもりちゃんに怒られたからな。俺ちゃんかけてみるか。で電話してみるか。あ、なんか具合良くなくないらしいわ今引きこもりちゃん。チップ払うぐらいのおじになってくださいねってきた。え、なんか引きこ具合悪いらしいぞ。いや、じゃ体調悪いらしい。なんか今来たわ。一回かけてみるか。いや、なんか体調悪いらしいわ。え、もしもし、え、なんか体調悪いん？あ、え？ちょっとね。ああ、具合悪いんや。なんか10日以上生理続いててさ。ああ、それはやばいな。え、なんでそれは。病院行った？わかんない、年かな。いや、年齢は関係ないやろ。ちなみにやけどさ、それで俺入院した人知ってんで。なんで？あの、経血が止まらへんという理由で。じゃあ、その元々でも長い方なんだけど。あ、そうなの。うん。それ、なんか送ってこれる？その、止まってない証拠みたいな。気持ち悪いんだけど。あ、うん。あ、まあまあ、そりゃそうか。気持ち悪い。うん、普通病院行かなあかんで、不正出血系は。うん、そうなのかな。あ、うん。で、なんかあのピル系のお薬出てさ、あ、で、それでも、あ、ピル飲めないもん。で、それでも止まらんかったら入院になるで、やっぱり。うん、ちょっと病院行こう。うん、産婦人科かなんか。うん、やだー。いや、来月おかしかったら行こうかな。いやー、もう早めに行っといた方がええよ、それは。うん。うん、めんどくさい。まあ、めんどくさいけどさ、ちょっと重い腰上げてさ、うん。病院行こう。引きこもりだからね。うん、病院行こう。別に家に宅読んだらええやん。宅で行ったらええやん。うん。うん、病院行こう。わかった。うん。すごい心配やわ。いや、で、ずっと熱がさ、7度5分とかあったよ。あー、もう絶対病院行こう。絶対病院行こう。だってそれさ、子宮頸がんとかさ、卵巣がんとかもあり得る話やからさ。あ、子宮頸がんはあるかもね。うん、じゃ一回病院行こう。分かった。うん、それはもう、さすがに。うん。だからちょっと最近あんまり枠にさ、行けてなかったんだ。ごめんね。あ、じゃあそんなんはいいよ。そんなんはいいけどさ、病院行こうよ。うん。うん、相談してよ、さっき、そういうの。うん、心配じゃん。いや、相談って言ってもね。うん。ありがとう。うん、そのお大事にね。うん、ありがとう。ごめんね。うん、ほなね。あいよー。あいよー。あいよ。あかんわ。ひぎちゃんも多分あれやわ。あ、もうダメや。くろみちゃんちゃんと入院したかな。くろみちゃん入院したかな、ちゃんと。それも確認せなあかんわ。うん。どこやったっけ、くろみちゃん。入院したかな。目の下のクマ、ルイージみたい。で、起きてるかな？フォロランみんな病気なるな。ああ。もしもし？入院した？まだなんや。いや、みんななんか心配しててさ、クロミちゃんどうなったんつって。そうなんだ。うん。大丈夫？大丈夫。大丈夫？うん。あ、寝てた？寝てるやろ、普通。あ、寝てたか。うん。そうか。山田やってなかったから寝た。あ、山田やってなかった。今やってるけどな。うん。うん、今やってるけどな。今やってるけどな、うん、それは。なんで？いや、ちょ、なんか、くるみちゃんどうなったんかなってみんながさ、言うてるから。言ってないやん。いやいや、マジよ。うん。言ってくれる人もいたけどさ、みんな、まあ。うん。頑張れ、こっちで。やめろ、その NG でファンタの20倍みたいとかやめろ。
じゃあほんまやで、クロミちゃん、マジやで。タヌキ74号が書いてる。やめとくよ、そんなの。なあ。って書いてる。ああ。うん。うん。大丈夫？大丈夫やね。大丈夫なの？うん。ほんまに？うん。ガチで？うん。ほんま？何？うん。うん、まあまあ、大丈夫やったらいいよ。どういうこと？いやいや、まあそんな。よくそんなんや、おめえ。ごめんなさい。何で今。心配やったから。お金がな。あ、いやいや、そんなことないよ。そんなことないよ。何言ってんだよ。うん、だからカード止まったって。あ、せや言ってたな。せやは言ってた。不正使用の何やかんやって。あ、せやな。コミニ、最近すぐ止まるんだ。せやんな、コミニ。うん。コンビニ。ああ、うん、ちょっと。あんた、うん。うん。山田さん、頑張ってください。うん、頑張ろう。ほんじゃね、クロミちゃん。うん、ありがとう。はーい。はーい。これは厳しいね。厳しい。ドラゴンズ厳しいで、厳しいわ。どうすんの、まあ、もう一人おるけどな、ドラゴンな、もう一人おるけどな。全員病気やわ。呪われてんちゃうかな。これどっかあれやな、神頼みしに行かなあかんわ。じゃあまあ向かうか、向かうか。あれ、俺携帯持ってきたっけ。 あるわ。向かうか、向かいますか。え、青より症状ひどいの分かっとる。誰の、そらあれやろ、タイトル通りやろ、言うたら向かうぞ、言うたら。あー、いいえいいえ、そんな。向かうぞ、フォロランチョイ。あー、とくもうとくめさん、ファンタデックプー、あーたがあるみずきほりやってる、そこはしゃくめんぷぷくのまでしまー、お金持ち、お金持ち、お金持ち。あー、このタイミングだ。あー、もうほんと、もうおー、あー、はい、いいの人、パオーザス、違うよ、違いますよ、誰かはもう、そんな頑張って、99で5倍パワーザス、うおー、あんたがアルプで石油掘りやったら、そこはしょくペンプ、あー、お金持ち、お金持ち、お金持ち、オッケー、当たー、当たパー、うーわー、うまい、サイコロもナイス、オッケー、うーわー、あら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 、これで1位ならへんか、これで1位ならへんねんな、すごいな、そんな差を拾えてんねや、これ1位ならへんかったわ、あららららなんでよ、すごいな、5倍出た。これで1位ならへんか。カテゴリーやばいな。どうなってんねん。マジで？いやいや、感謝ですね。ならへんか。のう、これでならへんねんで1位、やばない。なんでもらったの？のう、ならへんの。いや、もう休まないです、休まないです。じゃあ向かうぞ、とりあえず向かうぞ。トリマ向かうぞ。いや、追加請求じゃありません。じゃあ行く。ああ、笑ったわ。羽織ってんな、これ。よいしょ。じゃあ向かいます。え、エコー鳴ってたな。ああ、今日も朝までコースか。今日も朝までコースですか。え、どこ行くの。いや、返金してもらう。ちゃんと返金。うわ、猫出てきた。うわ、ちょ、怖いって。ダメしてや。怖いな。引いた思ったわ今。いや、トップグループは関西なんで、はい、今はまだ俺。
え、シュウヤンって LINE 消したん？いい、なんで？いや、負け口全部没収されたらしいで、それ、おまわりさんで言ってた。かわいそうに。あんなもん持ち歩いて暴れるから。うん、あ、抹消されてた。いい。遺骨問題結局どうなってんやろ。もう R 社長のところには届いてた遺骨。え、違うの？どうなったん？遺骨行方不明、うん、なんか裏 DVD 持ち歩くバカに、遺骨持ち歩くバカに、うんうん、あ、山田が出したところで引き出した。じゃあ本人も持ってんじゃん。よかったやん。それでよかったんじゃん。あ、ほんじゃよかったやん。遺骨本人がちゃんと受け取れてんやったらええんちゃう。それで届かへん方がええんちゃう。そしたらそんなもん受け取ったかってしゃあないやろ。あー、お腹すいたな。お腹すいた。うえ、無理やってバレずです。お腹すいたな。止まらなあかんの。お腹すいたな。こっち寄れって、こっち寄って。あ、え、残りの荷物は、そしたら残りの荷物はどうなったん。いや、そんなんできんの分からん。そ、マジ。え、ほんで残りの荷物は、ケイちゃんが預かってるはずの荷物、それはどうなったん。いや、うん、俺も無理やと思う。え、なんかこじれてんぞ。遺骨行方不明。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。キャリーケースごと消えた、ローソンで。え、そんなん出した人以外が受け取るとかできるん。そう、そもそもの。あ、運営様完全停車中です。え、コンビニで身分証明書を見せたら回収できた。え、それマジ。ん、今山田の荷物よ、シュウヤンが。え、ちゃうで、出しに行ったんケイちゃんやで。え、そんなこじれてんのそれ。え、そんなこじれてんの。え、ケイちゃんとこ行ってみる。それ、そっちの方がヤバそうやねんけど。だってあれ遺骨入ってるからな。ローソン聞きに行った方がいい。いや、朝比奈はなんか虚言入ってるらしい。また詳しくは知らんけど。え、社長のとこに刑事さん来てた。 R 社長のとこに。どういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと。やんな。一回ちょっとケイちゃん会いに行こうか。それ先し、さっきそっちしよう。なんか変な巻き込まれ方したら嫌やし。ふかしいも大阪チャリで爆走中。どこ、どの辺、どこにおんの。あ、ふかしいもおった。よいしょ。今のふかしいもやわ。ちょっと待ってよ、ほんと西成行くんやったらどっちやろ。道間違えた、間違えたわ。ちょっと西成行こう。うん、ふかしいも完了です。今おったやろ、うん、え、そんな刑事事件なってんの、刑事来るって、うん、R 社長に電話して。あー、起きてるかな12時。え、それじゃ遺骨消えたってこと？もう分からんな。せやんな、ケイちゃんにも連絡来るやろ。どうなってんやろ。
住んだことないな。昔もおったよ、今映った一瞬だけ。うん、どうやって行こう。そしたらうん、あと何、送り主は誰で、いや送り主はケイちゃんで書いてるはずやねんけど、あそれは聞いた、うん、それは聞いた、なんかあのあれ来た、いや今おったけどな、そこに。遺骨消えたはやばいな。うあブルーハイトもありがとうございます。荷物の件じゃなくて金抜かれた件、え例えばローソンで出荷する荷物をちゃう人を取りに行って渡す、そんなことできんの。え人の骨らしい、うん、せやんな、うん、できひんよな、うん、思った。え、ケイちゃんが控え持ってるんちゃうの、一回聞いてみるか。そう、そう言えばいいけど、ケイちゃんが控え持ってるやろ。でも届かへん。ケイちゃん連れてローソン行くよ、ほんじゃ。いや、わからん。え、じゃあケイちゃんとこ行くか、一回。トップグループ関西、あ、ブルーアイテムありがとうございます。そんな変なことなってんねや。いや、なんか渡してたら大問題やろ、多分。どうだよ、これあの後すぐ誰かが取りに行ったってこと、ローソンに。いや、なあ、せやんな、一回行ってみようか、もう一回行ってみるか。って言うてた。え、でもケイちゃん起きてるかわからんで、電話せなわからんかも。あの時山田の後つけてた。ああ、後をつけられてたってこと。それは多分嘘やと思う。あ、ケイちゃん控え持ってる、あの郵送した時の控え持ってる、遺骨送ったやん、あん時の控えって持ってる。聞かな、わからんわ。ないです、もらってない。え、ないの。なんかある？着払いで送ってそんなことできる？ラーメン食う？機会がない。え、でケイちゃんもう一対の荷物は？もう一対の荷物、ちなみに朝日奈何やってるかわからんねん。なんかな、朝日奈さんのなんか情報がリスナーさんから来ててんけど、なんか山田と裏でやり取りしてるみたいな。あ、え、まだあんの荷物は。送るか、そしたらそれも。お、行こう、ちょ、ケイちゃんとこ行くわ。うん、次送り状の控えもらっといて、うん、そしたら送ろう、それも、うん、着払いで。はい、ぐらいと。もう4日ぐらい保管してんやろ。え、なんか連絡あった？うん、あ、あれは取りに来てくれたらええやん、それで。うん、今から西成やから30分ぐらいで行けんちゃう、多分。夜中やし。いや、あ、ほんまやな、アイス屋さんは閉まってるな。うん、
向かうわ、向かいます。え、連絡はないんかな、ケイちゃんに荷物。多分また配信見て特定して現れる。あ、ほんじゃ分からんように送ったらええんちゃう、どっかにな、あ思ったわ。ケイちゃん車乗せて全然わけ分からへんコンビニから送ったんや。俺頭いい、うん、そうしよう、そう、そうしよう。あ、来るのを待ち伏せにする。そしたら来えへんやろ、どうせ。あ、前回は来た。ああ、え、でもそんなんて見てて来れる。荷物にかなちゃんのお母さんの、うん、なんか薬というよりかはあれが入ってた。うわー、なんとかなんとかアイテムありがとう。パンオッケー、いいよ。なんとかないとなんとかアイテム、何それ。うわー、なんかいいのも、うーわ、特命さんパンオあたからみつけほりやったらそかじゃけばいパンオ、お金持ち、お金持ち、これ5000円のやつやろ、どうせちゃうの。うーわ、なんかいいアイテム飛んだ。嘘でしょ。うわ、うーわ、なにこれ、なにこれ、絶対いいやつやん、これ。そうでしょ。何今の。でも絶対高いやつやろ。エフェクトエグかったな。うん。何何今の。今の何？デーベのアイテム？多分やけど。うわー、何これ。パオー。あなたが改めてスキルホールやったらそこだけ見れば動くんだよ。あー、お金持ち。もう何それ。うわ、何、なんとかパレード、うわ、初めて見た。うん、何や今の、何やそれ今の。うわ、綺麗、エフェクトやば。まあ本来俺見えてへんはずやけど、うん、きっとエフェクト、きっとエフェクト綺麗やねやろな、きっとな、うん、本来俺は見えてへんはずやけどな、ご愛嬌ということで。あ、0時から始まったDベのやつなんや。いい、やばいやん、ディーベに振ってるやん。あー、ディーベの方に。やばいやん、ディーベの方に振ったやん。ガー、なんか30個パオーザスオッケー、クールお金持ちオッケー、よっしゃー、さーしゃー、俺はクール、見た。あー、なんかなんかありがとう、4個パオン、クールオッケー、よっしゃー、たー、いやー、なんか4個、シャークール、なんやこれ、なんかやめろ、あ、すいません。いや、今始まったやつやので俺知ってるわけないやん。ああ、なんかや、ああ、山団地のハムスター知らん、2年、2、3年ちゃうの多分、うん、いや大丈夫やで、あれ1代目終わったら2代目行くから、うん、3代目まで続くから多分、 JSOUL と一緒で、うん、大丈夫やで。そうそうそう、いやいや、ちゃんと2代目ってつけるけど、うん、3年生きたらいい方なんじゃないの、あのハムスターとかネズミの類って、うん、ああなあ、寿命短いらしい、あれ3年ぐらいでいいけどな、うん、4年後なんてどうなってるかわからんからな、うん、あいつの餌買う金もなくなってそう。あ、おはよう、かかおちゃん、おはよう。いや、3年ぐらいでいいやん。うん、3年後、更新あるかどうかやな。あ、ブライトバザース。10年って言われたら、最後まで弁当見れるかわからんからな。うん、あ、せやな。うん、そんな感じ。あの時、景気良かったよな、みたいな。でも、あれやろうな。大々的に買ってしまってるから、ちゃんとあのペット層みたいなやらんかったら、あれやろうな、島田湧きまくんねやろうな、もうそこらに埋めてきたわっつったら大問題なんねやろうな、そこらに埋めて手合わしたわっつって あかんねやろうな、多分な、やんな、
逃がせばいい、捕まるやろ。また余計なお金かかりそうやな。いやんな、そこまで言われるよな、多分な。え、ネズミってそこまでせなあかんの？良さそうなもんやけどな。あ、10年で死んで、あ、そういう時こそ課金。あ、そういう時こそ課金。あ、弔ってあげて、アイテムで。いやそれ許されへんねんな。本来そうしたいけどな、その辺で埋めたいけどな。あ、なくなるよ課金でロス。何言ってんの、考えよ。なくなるよ。ちょっとトイレしたなってきた。トイレしたい。どうしよう。西成着くの1時間くらいかかりそう。あ、よかったやん。あれちゃん、トップグループ入れるんちゃうか。いや、じゃあファンタローくたばったら、あれ そこらに埋めて終わりでいいかなみたいな。いや、電柱柱ってそれあれやろ、人柱力やろ、あかんやろ、人柱やろそれ。あ、当たりとか出んねやこれ。あー、マジでいい、そういうことらしいぞ。なんかあのディーベアイテム、なんか当たりとか出るらしいぞ、あのハッピーなんとかなんとかは。うん、ああ、生きてるよ、ピンピンしてるよ、ノリノリやで。いや、今日はネジ工場がかかってけえへんよ。あれ、これどうやって行くの。え、俺の信号がおかしいのちゃうよな。うん、やばいやん、めちゃくちゃガッツあるやん。今のでも跳ねてたら俺が悪いんやろうな。やろうな、多分。やばいやろ。おーなぁ、怖いわ。勘弁してよ。俺、信号無視してもうたかなと思ってドキドキしたわ。あー、せやな。蛇の餌、ネズミとかあるな。売ってるよな、ラットな、あの白いやつ。いや、自転車マジで気ぃつけなあかんわ。これは行ってもしゃあないな。おお、なあ、さすがやな。ちょっとトイレ行きたい。トイレ行きたい。じゃあ今日は遺骨の件行くか。遺骨の件青さんから返金してもらいたいけど、チャウヒンにしようかな。で、相沢さん行くって言ったらブーブー言われるさ。八方塞がってるぜ。あ、大輔さん、え、大輔さん、キャリーちゃん蹴ったってマジ？やっぱりそれ俺直接聞きたいわ、コメントで。キャリーちゃんが矢沢さんの頭蹴ったんは見てました。うん、そういえば証人。まあ、宮弁さんがさ、あれ言ってたけどさ、ガチって。どうやねんやろ。二人目の証言者です。どっちやろ。いや、前チンは見てないっつってた。中っつってた。まあ、宮弁くん嘘つかへんもんな。もう負けてるで決まってそうやけどな。ちょっとトイレしたい。あかんわ、もう漏れるわ。やばい、どうしよう。パーキング止めるか。もうそれしかない。いや、ないねん。ないねん、ないねん。ないねん。ないねん、ないねん。ちょっとちょい怖いわ。パーキング止めるか。
進めば進むほどコンビニトイレないと思う。どっかあるかな。やばいな、結構やばいかも。あんまりトイレ我慢しすぎたらうんこもしたなるからな。まずここは借りられへん、確定。ここは借りれません、うん、なんか技研っすか今度。なんか嫌な光り方してんでこれ、うん、何の技研。救急車です。交番の前に救急車。あ、そういえば昨日あれやん、何、東大阪かどっかで交番に火つけたやつ捕まってたよな。 あれ行けばよかったな。あ、ブルーアイテムあります。いや、なんかニュースで流れてたで、なんかあの財布かなんかすられて、で交番来てんのに交番に人おらんからっていう理由で交番に火つけてて、どっか東大阪の交番やったり、うん、まあだから巻き打ちみたいなもんやな。いや、それがな、なんかあの名前出ててんけど自称なんとかってなっててん、わかる。報道の仕方おかしいやろ。自称誰誰やった、うん、名前が、うん、実名報道に自称があんのか思って。おお、怪しすぎるやろ、うん、自称無職だ何々みたいな召喚され方してた。あ、無料アイテムありがとうございます。ここも貸してくれへんな、うん、どうしよう、困ったな、トイレ難民になってるな。うん、名前に自称あんねや思って、うん、いや、なんか荷物がなんかえらいことになってるらしいから、ちょっとそっちで行こうわ今日は、うん、遺骨がコンビニから持ち去られたみたいな、うん、ケイちゃんはまだ荷物の片割れを預かってるみたいな、うん、なんか大層な話になってきたで、うん、着払いでコンビニで預かった荷物って出した人以外が受け取るとかあんの？いうようわからんけど、なんか そういうことらしい。だから着払いで R 社長の家に送った遺骨が R 社長のところに届いてないねって、うん、消えた遺骨事件。それは可能なんや、言うたらほんまに。いや、俺も聞いたことないわそんな。いや、分からん。西成やからありえるとかないかないかそういうの、うん、よく分かってない従業員やから渡してしまったとか、うん、そこで控えはないっていうね、うん、全然分からん。あ、ドンキホーテや。うわ、ナイスアイディア。ちょっと俺ドンキホーテってトイレ借りるわ。頭いいわ。そうしよう。ドンキトイレあるわ。借りれるわ多分。そんなことでもあんのかな。まあ、控えは絶対もらえるはずやけど、まあ、本人パッパラパーやから受け取ってないだけやと思うけどさ。いや、ちゃうで、ケイちゃんが発送した。だってケイちゃんが預かってた荷物やから、うん、いつまでも家に遺骨預かっときたくないっていう理由で、うん、